あなたは神の存在を信じますか？おそらく日本人の多くは神を信じてはいないが、時折助けを求めると思います。昔から理解できない出来事は神の力とされていました。しかし、科学が進化する中で、不思議な現象も科学的理論で解明されるように。そこで、宗教や神はただの幻想で、実際は騙されているという考えが広まりました。さて、20世紀の偉大な科学者、アルベルト・アインシュタインは、どのように神を見ていたのでしょう。アインシュタインの言葉や生涯をたどると、神というのは私にとって意味がない、と伝記に記していたり、神は人間の弱さの産物だ、とも述べていました。そういった視点から、彼はキリスト教徒の中で無神論者とされてきました。しかし、彼の伝記には、私は無神論者ではないと明言しています。では、なぜ彼は神を否定するようなことを言いつつも、無神論者ではないと明言したのか。実は、彼の中には独自の神の存在を示す理論があったのです。今回は、アインシュタイン独自の神に対する視点を探ります。ぜひ、最後までお付き合いください。アインシュタインは1879年、ドイツ、南西部のウルムという場所で誕生しました。幼少期、彼は沈黙が多かったようですが、小学生になると、その頭の良さが周囲に知れ渡りました。実際、聖書の言葉に心を動かされ、真摯に信仰を持つようになりました。しかし、彼の天才性が芽生えたのは、学校や教会の教えだけではありませんでした。彼の父が見せてくれたコンパスに興味を持ち、なぜ針は北を指すのかという問いから科学への探求心が湧きました。それ以降、様々な科学書を読み、多くの理論を自ら学びました。彼は9歳でピタゴラスの定理を学び、自分で証明しました。12歳の頃には、ユークリッドの幾何学を一人で理解したと言われています。16歳でスイスの名高いチューリッヒ工科大学に進学したアインシュタインは、しばしば散歩しながら思考に没頭し、相対性理論のアイディアを思い描いていたと言われています。26歳の彼は光量子仮説、ブラウン運動、特殊相対性理論という3つの革命的な論文を発表。これらは現代物理学の基盤となるもので、空間、時間、質量、エネルギーの概念を変えました。しかし、この理論にはエネルギーは質量に比例するという危険な要素が含まれており、それが原子爆弾の開発へとつながりました。彼はその可能性についてアメリカの大統領へ、新型の強力な爆弾が製造されるかもしれないと警告の手紙を書きました。彼自身は原子爆弾の製造には関与しなかったものの、広島と長崎への原爆投下を知った際、深くショックを受けたと伝えられています。ノーベル賞受賞者、湯川秀樹との対面時、自身の理論が原爆開発に加担したことを痛恨の念とともに謝罪したとも言われています。その後、彼は人々を戦争から解放する手段を模索し続け、76歳でこの世を去りました。さて、アインシュタインの生涯を振り返ったところで、彼の信仰心に関する考えを探ることにしましょう。かつてアインシュタインは、著名な聖職者と神に関する議論の場を持ったことがあります。その中で、彼の神に対する深い思索が明らかにされています。アインシュタインは単純に宗教を受け入れることの危険性を議論していました。彼のこの考えは少年時代の特定の出来事に強く影響を受けています。ある日、彼が熱心に読んでいた科学誌の中にダーウィンの進化論に関する記事が掲載されていました。それは人類は猿からの進化を経て誕生したという趣旨で書かれていました。この記事を目にしたアインシュタインは衝撃を受けました。というのも、彼は聖書の一部、
神は土を用いて人間を作り、そうして人間は生命を得たという部分と矛盾する内容であったからです。その時期、ダーウィンの進化論は世界を動揺させる一方、多くの反論を受けながらも徐々に主流の考えとなっていました。アインシュタインは後にこの経験についてこう振り返ります。私は先生たちが語った聖書の教えを疑問視せずに受け入れていた。どんな情報もそのまま鵜呑みにしてはいけない。とはいえ、アインシュタインはだからといって私は無神論者ではないとも述べています。実際彼はとある哲学者の神に関する考察に深く共感していたのです。アインシュタインの信仰観を形作ったのは17世紀の著名な哲学者スピノザでした。スピノザは神を全体性の理念として捉え、以下のように述べていました。神は古典的な宗教画に描かれるような人間の姿をした存在ではない。神は宇宙の絶えざる調和としての普遍の法則そのものである。それを簡潔に言葉にすると、もし神が存在するならば、それは自然そのままの姿であるということです。水が高いところから低いところへ流れることや、太陽が東から西へと移動することは宇宙の始まりとともに確定された法則に基づくものであり、これは神話上の神の行為ではなく自然の原則そのものです。したがって自然こそが真の神であるというのがスピノザの考え方でした。アインシュタインは自然に対しての探求心がとても強かったので、この理念に深く共鳴し、自然の法則を解明することは研究者の使命であると感じていました。彼はスピノザの神官こそが私の持つ神官だと語り、伝統的なキリスト教の教義に批判的な立場を取りました。これからもわかるように、アインシュタインは人格的な神を疑問視していましたが、彼が信仰そのものを否定していたわけではなかったのです。彼は科学的理性と宗教的真理の融合による最も合理的な神観を持っていました。彼の伝記には、宗教なき科学は不完全であり、科学なき宗教は盲目であるという言葉があります。彼の理解によれば、宗教は幸せに生きる手段としての指南役であり、聖書に記されたような神話や天国、地獄の概念は事実の裏付けのない物語として受け取られていました。彼は理性に基づかない科学のない宗教は必要ではないと考えていました。アインシュタインはスピノザの考え方だけでなく、その生き様にも影響を受けていました。スピノザはユダヤ教の偽善を糾弾し、異端として社会から排斥されることとなったのです。アインシュタインはスピノザの学問のための不屈の姿勢に深い敬意を抱いていました。アインシュタインの言葉、何も考えずに権威を敬うことは真実に対する最大の敵であるという言葉が、彼の生涯と信仰観を象徴するものでした。今回は偉大な科学者アインシュタインの宗教観について触れてきました。彼の宗教は伝統的なものとは異なるものでしたが、それは紛れもなく宗教でした。このような興味深いテーマをこれからもお届けしていきます。もしまだチャンネル登録していない方は、ぜひとも登録をお願いします。そしてあなたの感じたことや思ったことをコメントでシェアしてください。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。